番章をご覧ください。第6章に入ります。経営分析の知識です。さて、第6章の内容というのは、実務的にも診断士試験対策としても管理会計の中核をなす部分になってきますので、ここのところはしっかり押さえておいてください。過去問でもここの内容というのは非常に高い確率で出てきます。で、今回は第6章の小扉をご用意いただこうと思います。この章でどんなことを学ぶのかというのを確認しておきましょう。第6章の小扉です。で、見てみますと、節の番号が 1,2,3,4,5 とあります。このうち特に重要なのは1の収益性分析、マークしてください。それから2の安全性分析、この2つがセットで重要な論点になります。それから少し経路が違うんですけれども、原価計算のところで直接原価計算勉強したと思います。変動費、固定費というふうに原価要素を分ける方法ですね。その考え方を応用して意思決定に役立てていこうという方法があって、これが第5節の CVP 分析で、これ特に重要です。丸をつけておいてください。1節の収益性分析、2節の安全性分析、これがセット。そして5節の CVP 分析、具体的には損益分岐点分析というのと限界利益貢献利益分析というのがあります。特にこの中で損益分岐点分析というのは皆さんもお仕事の中で聞いたことのある方も多いのではないかと思います。はい、実務的にも大変重要なテーマなんです。はい、その他の生産性分析と成長性分析は、そうですね、実務的にも試験対策としても重要度は少し下がります。なので緩急つけてやっていくならば、今申し上げたようなところに注目をしていってください。で、広く見れば会社の状況を分析するという意味で経営分析というものでくくられています。では早速第1節の収益性分析のところ、第1節から見ていきましょう。番書もそちらご用意しておきました。まず番書のタイトルをご覧ください。1節で収益性分析というふうに書いてあります。で、この1節では収益性分析そのものの解説は第2項のところから始まるんです。で、第1項の経営分析の概要というところは収益性分析だけではなくて安全性分析、生産性分析など他の分析も含めた広い意味での、解説になります。で、まずね、経営分析ってどういうことなのかというところから入っていこうと思います。そして経営分析の中身を細かく分けていくと、代表的なものとして収益性分析と安全性分析のまずパッケージングがあるというような感じなんですね。ではテキスト見てみましょう。経営分析の概要として、括弧1番、財務諸表分析と書いてあります。財務諸表分析は財務諸表の分析を通して、具体的には貸借対照表、損益計算書、これが中心になるわけですね。企業の財政状態や経営成績などの両比を判定する。ちなみに財政状態というのが貸借対照表が示すものであり、経営成績というのが損益計算書が示すものです。財政状態、貸借対照表が示すものはフロートストックでいうとストックの部分、そして経営成績はフロートストックでいうとこのフローの部分ということになります。で、また包括的な比率を分析し、原因を追求するために分析の範囲を細分化すると書いてあります。まあ、分析というのは辞書なんかで言葉を見ていただいても、だいたい今から申し上げるように書いてあるんですが、物事を細かく分けて、で、その細かく分けた要素に対して内容を確認するというような意味合いがあります。大きなところから小さなところへ落とし込んでいって、内容をより細かく把握するっていうのが分析ということですね。なので財務諸表を分析するときもそのように行いますということなんです。さて、ここでね、テキストでは
財務諸表分析という言葉がいきなり出てきたんですけれども、章の名前は経営分析でした。さあ、財務諸表分析と経営分析って同じ意味なんでしょうか、違う意味なんでしょうか。これは財務諸表分析というのを広い意味で考えるか狭い意味で考えるか、あ、ごめんなさい、経営分析ですね。経営分析を広い意味で捉えるか狭い意味で捉えるかということで、ちょっと捉え方が違ってくるんですね。で、テキストは試験対策用のものなので、試験対策として重要なところだけいきなり書いてあるんですが、そのバックボーンとなる部分をちょっとお話ししておいた方が皆さん二次試験対策まで理解しやすいと思いますので、板書の左側に実はご用意してあります。板書の1番、経営分析の概要、第1項の名前を載せてありますけれども、実はバックボーンとしてこういうお話があるんです。経営分析っていう言葉は広い意味講義と狭い意味、こちらですね、協議と実はあります。はい、経営分析っていうのは会社の分析しましょうっていう広い意味があって、今からテキストで勉強していく内容やおそらく多くの方がイメージされているものって財務諸表を分析することだと思うんですけども、それだけではないのが広い意味での経営分析なんですね。経営を見る、分析するということは、例えばこの括弧の1番のところ、経営者の考え方、社長がどんなことを考えているのか、社長はどんな特徴があるのか、どんなことを目指そうとしているのか、あるいは従業員さんたちはどういう気持ちで働いているか、組織はどんなふうに動いているのか、そしてお客さんにどんなことを提供しているのかというような活動がありますよね。それから仕入れるというようなこともあって、仕入れ先との関係とか外注先との関係とか、そういうことだって出てくるでしょう。なので経営者の考えや経営活動の内容など、通常は数字にはなりにくい、数字っていうよりも金額にはなりにくい部分ですね、そういった定性的な要因の分析も経営分析という広い意味ではその中に含まれます。そしてその社長の考え方とか経営活動の内容が、ね、実際に実行されて、その結果数字として金額として結果が現れてくるんですね。で、括弧の2番、それが結果ですよ。財務諸表は経営活動の結果を金額を使って表したものじゃないですか。なので財務諸表を分析するということは結果としての定量的な要因の分析、具体的には金額に注目して分析するということになります。で、この財務諸表を分析するということと、この定性的な内要因を分析するというのを両方合わせたものが広い意味での経営分析となります。で、一次試験対策では経営分析と言ったら、これは財務諸表分析とイコールととりあえず考えていただいて構いません。一次試験対策だけ見れば経営分析は財務諸表分析、経営分析は協議の意味であるというふうに考えていただいて構いません。なぜならば一次試験では計算問題しか基本的には出てこない、あるいは計算はさせないまでも計算の仕組みを言葉の説明で正誤判定させるような問題しか基本的には出てこないですね。だから一次試験対策だけやっていると財務諸表の数字を、ね、まあ、一次試験の場合は電卓は本試験では使えませんけれども、暗算とか電卓を使って数字を見ていくということが経営分析だと思いがちなんですが、実はそうではなくて、例えば二次試験は事例ケーススタディというものとして出題されるのはもう皆さんご存知のことだと思います。つまりその企業ごとに、事例企業ごとにその企業の歴史やストーリーがあるわけですね。その内容も含めてその結果が、ね、定性的な内容が原因となって、その結果が数字として現れてくるに過ぎないので、数字だけを見ているっていうのは広い意味での経営分析から見ると本質的な部分を捉えていないことになるんですね。なので二次試験対策まで当然皆さん見据えていると思いますので、経営分析と言われたら一番の内容も含めて総合的に
見ていくというふうに捉えておいてください。その中で財務諸表の数字だけを見る部分を財務諸表分析といい、場合によってはそれを狭い意味で経営分析というふうに言っています。でテキストの方に戻っていただくと、テキストの第1項の括弧1でいきなり財務諸表分析って出てきているのは何なのかというと、この本は一次試験対策のための本ですから、一次試験ではこの財務諸表分析しか基本的には扱わないというか、本試験でそこ基本的にはそこだけが出題されてくるので、財務諸表分析っていうふうに書いてあります、はい、続いてじゃあ財務諸表分析を一次試験対策としてね、今これから勉強していくというふうに考えるならば、財務諸表はどんなふうに見ていく方法があるのかなというと、実務的にも試験対策としても一番皆さんが身につけていただきたいものに比率分析というのがあります。もうすでに予習が進んでいる方ならば、収益性分析の中に何とか比率とかね、安全性分析の中に何とか比率っていうのがいろいろ出てくると思うんです。損益計算書、貸借対照表、この2つに注目して、どこかの項目同士の数字をぶつけて比率で見ていくというようなやり方ですね。こういうのを比率分析というふうに言います。その他にもいろんな分析の仕方あるんですが、代表的なものをもう一つだけ挙げておくならば、実数分析っていうのもあります。実数分析っていうのは、損益計算書の金額とか、貸借対照表の金額とか、比率ではなくて金額そのものの状態、あるいは大きい小さいを見て分析するというようなものを実数分析と例えば言います。続いて別の切り口から見ると、テキスト148ページの括弧の2番、時系列分析と競合他社分析、こういうのがあります。で、一次試験対策でも二次試験対策でもこの観点、時系列分析、競合他社分析で出てくることがとても多いんですね。どういうことか、この2つです。貸借対照表や損益計算書、まあ、財務諸表と一言で言っておきましょう。財務諸表が例えば1期分、 A 社の1期分があります。 A 社の1期分があります。で、 A 社の1期分しかなかったら比較対象がないので、良くなったとか悪くなったとかって言えないですよね。だから例えば A 社の中で前期の財務諸表と当期の財務諸表という2期間分を用意して、この2期間に注目したときに、前期から当期っていうのはどの比率は良くなった、どの比率はあまり変わらない、どの比率は悪くなっているっていうような見方をするのを時系列分析というふうに言います。一方で A 社の当期の財務諸表があります。そしたら例えば B 社の当期の財務諸表を持ってきて企業間での比較をするというようなやり方があります。こういうのを競合他社分析というふうに言います。あるいは業界平均と当社で比べるなんていう方法もあります、はい、多くの場合比較対象を自社の中での期間の比較、それから同業他社とか業界平均と比較するという方法が代表的にある。これが時系列分析だったり競合他社分析、あるいは競合他社比較分析っていうようなこともあります。こういうやり方があって、試験で最も出やすいスタイルっていうふうに覚えておいてください。で、財務諸表分析の観点から言うと、括弧の2番の最後のところに例っていうのが載っています。こんなふうに評価をしますよっていうことです。総資本回転率が A 社と比較して丸々回悪化している、ね、比率分析でいうと比率の値がどれだけ、ね、悪化してますよとか良くなってますよっていうような言い方をすることになる。ただ、これは結果を見てるだけです。なので二次試験対策、ケーススタディ、事例で広い意味での経営分析をする場合は、この総資本回転率が悪化しているならば、例えば経営者の考え方がどういうことだったから結果として比率が悪くなったんだとか、経営活動の中のどこに問題点があったから悪化したんだっていうような言い方もしなくちゃいけないということです。そしてさらに場合によっては、それに対してじゃあどういう
ふうに改善していったらいいでしょうか、その対策を述べてくださいというところまで問われるのが二次試験ということになります。なので皆さん二次試験対策まで見据えていらっしゃると思いますし、財務会計はご存知のように一次試験と二次試験の関連性が非常に色濃いですから、数字の取り扱いだけではなくてストーリーとの整合性も取れるようになることが最終目的であるということを押さえておいてください。以上でまず経営分析の概要をお話ししましたので、ここまで板書確認して終わりにしてください。それでは皆さんはテキストの第2項をご用意ください。板書では右半分、2番の収益性分析になります。財務諸表分析の内容を分けていくならば、代表的な要素として収益性分析と安全性分析に実は分かれます。なのでこのテキストでは第1節の名前が収益性分析で、第2節の名前が安全性分析となっていて、これをセットパックで覚えてくださいっていうふうにお願いをしました。そのうちの収益性分析からいきます。収益性分析というのは簡単に言うと、利益をどのくらい上手に出してますかということの分析なんです。なので財務諸表の中ではPL 損益計算書を中心とした分析になります。基本的には損益計算書の中の利益に注目していきます。損益計算書では利益という名前のつくもの、上からどういうものがありましたっけ。上から売上総利益、営業利益、経常利益、その後損益計算書では税引き前当期純利益、そして税金等を差し引いたものが当期純利益というふうになっていたと思います。このうち管理会計の世界では売上総利益、営業利益、経常利益、このあたりまで見ることがとても多いんです。はい。で、それはなぜかっていうと、経営活動の内容を見ようとしているので、もともとの経営分析の括弧の一番のところですね、経営活動の内容、これを利益というもので評価しようとするならば、経常利益のところまでが基本的な部分ですよねというふうになるからなんです。で、この収益性というものは、利益とかキャッシュを得ようとするならば、何かお金を投入するものが当然必要になってきますよね。その利益やキャッシュを得るための元手となるもの、これをどこに求めるのかというと、実はここ総資本に求めるんです。つまり貸借対照表の全体の大きさ、そこが企業経営活動に対する投下資本であって、そこから売上高をどれくらい稼ぎ、その稼いだ売上高からどれくらい利益を残せるのか、こういうところを見ていくのが収益性分析ということになります。で、収益性ですから利益に注目するので、何らかの形で利益を比率分析の中で見ていく。この時に利益は売上総利益でも見てもいいし、営業利益でも見てもいいし、経常利益でも見てもいいんですが、分析というものがそもそも最初に大枠のところに注目して細かいところへ落とし込んでいくという流れを取りますので、経常利益に注目しております。このテキストでは営業利益でもいいんですけども、経常利益のところが例えば大きいのか小さいのか、黒字なのか赤字なのかということを、総資本を投下資本として見たときに、どういう状況でどのくらい、ね、生み出されてますかっていうふうに見る、これを総資本経常利益率というふうに言います。テキストでは148ページの第2項の括弧2番に総資本経常利益率の分解と書いてありますが、この総資本経常利益率という言葉にアンダーラインを引いておいてください。そしてその定義式が枠囲いで載っていますね。分母が総資本、分子が経常利益で、値自体は ×100 ですので、100分率で何パーセントっていうふうに示す、こういう指標があります。この指標は大きい方がいいだろうというふうに評価されるものですね。
で分析なのでこれを細かく分けていく要素分析をしていくんですけども、代表的な要素分解の方法として売上高を分母と分子に割り込ませて2つの指標に分けるという方法がスタンダードに行われます。この元の総資本経常利益図の分母と分子にそれぞれ売上高をかけてあげると、一方は売上高分の経常利益、もう一方が総資本分の売上高、こんなふうに分けることができます。ちなみに分数の形が分かったらそれを何という名前の指標で呼ぶのかというところまでセットで覚えるようにしてください。売上高分の経常利益というのは売上高経常利益率というふうに言います。それからもう一個の指標なんですが、もう板書に書いてあるんですが、この分子に売上高とくるタイプの指標ですね、これを何々回転率というふうに言います。なので総資本回転率というふうに言います。さてこの売上高利益率と何々回転率の掛け算にするということです。こういう考え方は店舗販売管理の GM ロイなんかでも使う考え方ですね。どういうことか、売上に対して利益がどのくらい出るのか、例えば商品の魅力がすごく高い、例えば高級品であるっていうのは売上に対して製品そのものからの利益が出やすいですよね。でもそういう品物っていうのは販売回数ですよね。で言うとそんなに毎日何十回何百回も売れるっていうような品物ではないことが多いと思います。なので高級品なんかですとこの売上高利益率というのが高い傾向があって、総資本の売上高、つまり売上高というものはの総資本に対してそんなに大きくは出てこないよというタイプが比較的多いかと思います。一方で大衆品とか最寄り品を売るような場合は製品あたりの利益率というのはどっちかと小さくて、その分売上高を大きく出すという回転率を高める、つまり投下資本に対して何倍売り上げますかっていうのが回転率ですからね。でその回転率を高めることによって全体の収益性を高めましょう、大きく分けるとそんなふうに考えることができるわけですね。またビジネスの時系列の流れでいうと、投下した資本が総資本としてあって、総資本からまず売上をどのくらい獲得してきますかっていう話があって、そして例えば販売費および一般管理費まで差し引いて営業利益とかね、あるいはの金利も差し引いて経常利益とか、そういうところまで見ようというふうになると、獲得した売上高からどれだけ利益を残せますかっていうふうに見てる、そういう式として見ることもできるわけです。いずれにしても利益の出方がどうですかというのを大元となる総資本利益率、ここでいうと総資本経常利益率に注目した後、細かい指標に分けていく、分けるときに売上高で分解するという方法が代表的ですということを覚えておいてください。そうしますと、先ほど148ページの総資本経常利益率というところに線を引いていただきました。そうするこれを分解するとどうなるのかというと、テキストでは149ページの丸2というところに総資本回転率ってありますね、それが一つの要素ですよということ、これですね、と150ページに行っていただくと、括弧3番売上高利益率っていうのが載っていると思います。これが売上高、こちらですね、利益率、この掛け算ですよということで、でこの板書に書いた式は149ページのに戻っていただいて、149ページの上に枠囲いでこの式を載せているかと思います。収益性分析ではまず大元となる売上高、ごめんなさい、総資本利益率、そして分解式で追いかけるようにしてください。そして分析ですから大きいも
大きい注目点から細かいところへ落とし込んでいく。例えば売上高経常利益率の出方があまり良くないよっていうふうに指標値から見られる場合には、じゃあどうするのかっていうと、じゃあ売上高に対する売上総利益の出方はどうなんだろうか。そこでそもそも出方が悪いんだったら売上高経常利益率が悪いって言ってる場合じゃないよねってなりますよね。例えば売上高分の売上総利益、売上高売上総利益率とか売上高総利益率っていうふうに言いますけども、で、それが例えば良くなかったよって言ったら商品とか製品そのものの魅力がないんじゃないかとか、売るということ自体に失敗してるんじゃないかといった根本的なところに問題が出てくる可能性があるわけです。じゃあ一方で売上高総利益の出方は悪くないよ、いいよ、でも売上高営業利益率を見たらちょっと良くないよ、それが尾を引いて売上高経常利益率も良くないよって言うんだったら、例えば営業利益が出るまでのプロセスの中で販売費および一般管理費について課題に計上されているような問題点がもしかしたらあるのかもしれないよねというふうになるわけです。数字だけ見てみるとそこまでしかわからないけれども、事例問題なんかだとそういうことがなぜ起こってしまっているのかっていうのがストーリー仕立てで書かれていて、そこから読み取って定性的な問題点、そしてそこに対する対策を考えて提案するという流れになっていくのが広い意味での経営分析となります。で、一時対策では数字のところだけ見ていくことが多いので、時系列分析とか競合他社分析をする中で良い指標、良くない指標というのを見分ける力をつけるようにしてください。で、テキストでは150ページのところに売上高利益率の分析として、売上高の総利益率、それから売上高営業利益率、それから売上高経常利益率を紹介していますので、定義式を確認しておいてください。いずれも単位は100分率でパーセントとなります、はい、それから回転率の方に注目する。例えば総資本回転率の出方があまり良くないよ。例えばこの大きな分解をしたときに、売上高経常利益率は悪くない、どちらかというといい、だけど全体が良くないというような場合には、総資本回転率に問題がある可能性が高くなってきますよね。そのようなときにはこの総資本の中身を細かく分けて回転率を見ていきます。例えば売上債権回転率、こういうのを見ます。売上債権っていうのは売った段階で売上が立つけど、回収されなければ売上債権の残高が大きく残ってますよね。なのでこの比率がもし悪いならば売上債権の回収状況が悪いんじゃないかという疑いが出てきます。それから棚卸差分の売上高、棚卸差回転率というふうに言いますが、もしこれが良くない場合はいわゆる在庫が多く残っている可能性がある。なので売れてないのかなとか、ものづくりがうまく流れていないのかなというような疑いが出てきます。その他にも固定資産とか有形固定資産に注目して回転率を求めるというものもあって、固定資産回転率とか有形固定資産回転率と呼ばれる比率があります。この場合は主に製造業になってきますけれども、機械設備を有効活用できていないのではないかというような疑いが出てきたりします。その場合は特に有形固定資産回転率の方ですよね。固定資産回転率っていうと、例えば投資有価証券とかね、そういうのも入ってきますので、固定資産の持ち方自体にも問題があるかもしれないねっていうようなところまで含めて見るような場合は固定資産回転率ということになります。こんなところがまずは基本的な部分の見どころです。
で、板書の方ちょっと見直してみましょう。収益性分析は PL 損益計算書を中心とした分析ですよ。で、分析内容のうち何々回転率という比率、こちらですね、こちら、この分子に売上高が来るものは回転率というふうに言う。で、回転率の方はテキストで単位確認していただきたいと思って、ここ気をつけてください。回転率の方は100分率ではない、かける100はしませんので注意をしてください。何倍売り上げてますかっていう考え方なんですけど、通常単位は何回転の回というものを使います。総資本の何倍売り上げてますか、何回回してますかっていうことにですね、売上によって何回投下資本に対する金額を回してますかっていうのが回転率ということです。で、ちなみにこの回転率の分析のことは活動性分析とか効率性分析とも言います。こういう活動性分析とか効率性分析という言葉が出てきたら、これは回転率の分析というふうに分かるようにしておいてください。またこの回転率の考え方を逆数で見る方法があって、これを何々回転期間というふうに言います。回転率に関する指標を全部逆数にするという方法があるんですね。回転率は分子が売上高ですから、何倍という概念が大きい数字になる方が良好というふうに考えられる指標です。これに対してこれを逆数の考え方で見る指標があって、これが回転期間というものです。で、テキストでは152ページ、テキスト152ページをご用意ください。回転期間の分析というのがあります。で、回転期間と回転率は基本的には同じことを見てるんで、相手に対する分かりやすさとかね、業種の慣習とかそういうのに合わせて使い分けていくことになります。例えば総資本回転期間というのがあります。分母が売上高、分子が総資本、これ分母分子逆転してますよね。ただ回転期間で見る場合は年単位で見るんじゃなくて、月単位とか週単位とか日にち単位で見ることが大変多いです。で、この期間っていうのは短い方がいいですね。例えば分かりやすいもので言うと棚卸資産回転期間、これピンとくる方も多いと思います。月あたり、ごめんなさい、棚卸資産回転期間は分母が売上高割る12、つまり月あたりの売上にしているわけですね。月あたりの売上分の棚卸資産というふうになっています。だから棚卸資産が少ない方が、いわゆる在庫が少ない状態ですから、回転期間というのは短いということになりますよね。この回転期間っていうのは、分かりやすく言うと棚卸資産だったら一度、仕入れた商品がありますと。一度、ロットで仕入れた商品が丸々払い出される、それにどのくらいの期間がかかりますかということですから、短い期間で払い出し終わっちゃった方が優秀ですよね。で、売上債権回転期間というのもそうで、分子の売上債権が小さいということは、その分回収しているということなんで、一旦発生した売上債権が全部回収しきるまでにどのくらいの期間がかかりますか、短い方が優秀だよね、こういうような考え方になっていくのが回転期間というもので、回転率と基本的には同じものを見てるんだけども、指標の値でいうと回転率は大きい方がいいけど、回転期間は短い方がいいという見方になります。で、テキストでは代表的な例として月単位のものを挙げています。ただ回転期間の分析の説明のところに最後書いてありますが、非単位で分析する場合は分母の金額を例えば365で除す、割り算しますよということになります。何日で履けるんですか、何ヶ月で履けるんですかっていう考え方ですね。はい、ここまでが基本的な内容です。
ここから先は板書で残っているところが少し発展応用的な内容になりますので、そこを補完してこの収益性分析は終わりたいと思います。テキストではですね、一つ飛ばした指標があるんです。150ページの下のところに括弧の4番で ROE というのがあります。自己資本当期純利益率というものです。はい、で定義式はどうなってんのか、テキストの151ページの上のところ見てください。 ROE、 ここですね、板書だと ROE、 分母が自己資本、分子が当期純利益というふうになっています。でこれを百分率で見ますよ。そうすると自己資本に対して当期純利益が大きい方が良さそうですね。ちなみに自己資本というのは言葉の雰囲気から大体お分かりだと思うんですが、おおむね貸借対照表の純資産のところの金額というふうに考えてください。詳しくは安全性分析のところで自己資本って何ですかっていうお話をしますが、この子ではですね、純資産とほぼ同じというふうに考えていただいて結構です。はい、で自己資本、貸借対照表のね、純資産のところに相当する金額に対して利益が当期純利益大きく出てるならば優秀ですよね。でそれは会社側も当然見るんですが、会社側はどっちかというと自分たちの経営活動の評価をするので、売上総利益、営業利益、経常利益、ここに注目します。しかしこの ROE っていうのは一般には株主が特に重視する指標なんですね。で株主が重視するからこそ会社側も意識せざるを得ないっていうような位置づけの指標になります。株主は配当をどれだけもらえるのかということに対して一つ大きな関心事があります。この時に自己資本というのは裏を返せば株主が投資しているのと部分ですよね。なので実はファイナンスのところに行くと自己資本は株主資本という言い方をします。株主の立場から言うと株主資本は自分たちが投資している元手ですよね。それに対して配当を得ようとするときに当期純利益が大きいほど配当は大きくもらえる可能性がある。つまり当期純利益は配当の原資になる部分ですから、株主から見た時の投資金額である自己資本に対して配当の元となる当期純利益がどのくらい出てるのかっていうのに注目する指標を ROE というふうに言います。これを覚えておいてください。試験でも時々 ROE という言葉が出てきますが、わからないという状態だとちょっと困っちゃうと思いますので、ぜひね、この言葉も知っておいてください。次に板書のその隣いきましょう。 BS 貸借対照の金額には前期末と当期末の平均値を使うことがある。これについてはテキストちょっとページ戻るんですけれども、すいません、149ページですね、空いたスペースに書きますね。 B の149ページにちょっと戻っていただいて、ここも先ほどの説明では飛ばしたんですけど、149ページの ① というのがあります。総資本経常利益率の分母というところです。で今から一緒に読んでいきますが、アンダーライン引いていただくところありますのでペンのご用意をお願いします。読んでみます。総資本経常利益率の計算では、総資本経常利益率の計算では一般的に期末時点の総資本額を使用する。当期の値を求めてくださいって言われたら当期の総資本の金額を使いますよということですね。でしかしより実態に即した計算を行う場合や期首と期末で総資本額が大きく異なるとき、例えば前期末の総資本額が1000万円でした、当期末の総資本額が3000万円でした、随分違いますよね。この時に当期の活動っていうのは前期末から当期末までの間、ここですよね。この時に当期のスタートが1000万円の総資本、当期の終わりの時が総資本の額が3000万円。この時に3000万円という値で計算をしたらなんかちょっと良くないんじゃないって直感的に思うと思うんです。つまり期中で変化してるわけですね。でその変化している金額がそんなに変わらないんだったら、まあ期末でいい。つまり貸借対照表というのはスポット一点一点しか見てないです。ところが損益計算書の金額っていうのは12ヶ月にわたる流れの結果が売上や利益として出てくるので、
一方がストックの概念の値で、スポット1時点しか見てなくて、一方が12ヶ月にわたる値を見てると、ちょっとぶつけて見ていこうという時に都合が悪そうですよね。このような時に貸借対照表のストックの金額もできるだけ慣らした値で評価をした方が良いんじゃないっていう考え方があります。このような時には、例えば前期末、実質的には当期の期首の1000万と当期の期末の3000万を足して4000万割ることの2で2000万を平均総資本という考え方、あるいは言葉として把握して、その2000万を使って総資本分の経常利益というね、比率を求めるというようなやり方があるということなんですね。なので線引いていただきたいのは、まず説明文の1行目の一般的にの後、期末時点の総資本額を使用する、これがよく使われる方法だけれども、次に線を引いていただきたいのは3行目、期首総資本額と期末総資本額を平均した値を使用する、まあ、こともあるってことですね。こともあるということです。で、試験問題ではどういう値を使っていけばいいのかっていうのが、まあ、指定されていたり、あるいは与えられた数字を見ると、あ、これは平均を使って計算してるなとか、当期の数字だけで計算してるなっていうのが分かるような数字の作り方になっていて、数字を検証することによって単年度で計算をしているのか平均を計算しているのかって分かるようなタイプの問題と、あるいは文章、問題文そのものに当期の値を使えとか平均値を使えっていう指定が明確にあるような場合などが、いろいろバリエーションがあります。ただどちらにしても単年度の数字を使うスタイルと平均値を使うスタイルと両方あり得るっていうことは頭の中に入れておいてください、はい。それからですね、こちらのお話をして、あ、そうだ、これがあります。この総資本なんですけれども、場合によっては経営資本という言葉を使って計算をさせるようなこともあります。で、経営資本っていうのは財務会計管理会計でいうと、この財務会計には出てこない言葉です。管理会計において分析の目的に応じて、こういうものを経営資本っていうふうに考えるといいよっていうふうに見なすものなんですね。なので、じゃあ経営資本っていうのは何なのかっていうと、貸借対照表の総額、総資本があるじゃないですか。で、総資本の中の明細が本業の活動に全部関わっているって言い切れるものであるならば、総資本の額は経営に全て関与しているので、経営資本って実はそういう意味なんです。総資本は経営資本イコールであるっていうふうに見なす、言っても構わないですけれども、例えば総資本の中に流動資産の中で有価証券があるとか、固定資産の中に投資有価証券があるとかっていうと、一般の企業では有価証券の保有っていうのは本業の売上を得ようということに対して持っているものではないので、本業に寄与する資産ではないですよね。あるいはちょっと難しい言葉になりますが、簿記の世界でよく出てくる建設仮勘定なんていう言葉があります。建設仮勘定っていうのは、自社ビルを作るような時にまだ作りかけで経営活動に参画してないけど、作りかけで、ね、まだ建設途中の建物が資産としてはありますよというようなもの、それも資産計上は一応します。建設仮払い金みたいな意味合いで資産計上するんですが、それって経営活動に参画してないですよね。そういうものを省きましょうとか、あるいは有形固定資産の中に機械設備とかがあるんだけども、事実上ほとんど稼働してない、経営に参画してないようなものは、実質的にこれもう動いてないんだから経営に参画してないよとか、そういうようなものを省く。通常経営資本っていうものは総資本に対して省いたもので、経営に参画する精鋭たちの資産ですね、そういうものを経営資本というふうに言います。
で、何をさっぴくのかっていうのは分析者とか試験であれば作文者がどう定義するのかに関わってきますし、これを必ず引くって決まってるものではなくて、実務的にもこの会社の場合、例えば有給資産って言ってもやっぱり関わってると言えるものは省かないけど、別の会社はいや、全くうちのこの機械は関わってないからこれは省きましょうとか、そういうことが揺らぎは当然出てくる部分ということになります。ただ経営資本という言葉は財務会計では出てこない言葉なので、全く知らないと過去問でも出たことがある言葉なんで、のテキストの本文の方には載せてないんですが、過去問の問題集の方にはこの言葉が出てきますので、ご紹介をしておきました、はい、ということで、こちら収益性分析のところについて一通りお話をしました。分解式を、ね、分解をする、大きな分解をするということで、利益の方を見る、回転率の方を見るというやり方ですね、はい、であとは、売上高利益率について補足ですけども、例えば売上高総利益率とか売上高営業利益率、まあ、一般的には売上高に対して利益を見るんですけども、例えば販売費及び一般管理費のところにどうも問題がありそうだなっていうような限定的に問題点が絞り込めるような場合だって出てくるじゃないですか。そのような時には例えばピンポイントで費用比率の方を見ちゃうというやり方もあります。売上高販売費および一般管理費比率とか、売上高売上原価比率とか、こういう費用比率を見るというやり方も収益性分析の一つとなります。そういう意味では売上高に対する何かをぶつける比率っていうのはいろんなバリエーションがあります。例えば製造原価報告書が出てきて、売上高に対する直接材料費の比率とかね、売上高に対する直接労務費の比率とか、そういうようなものだって可能性としてあるということです。で、あと、そうだ、もう一つ、ちょっと失念してました、ごめんなさい。最後にもう一つ、この BS の金額には前期と当期の平均を取ると、こういうことがあり得るって申し上げました。それを総資本計上利益率で例を出したんですけども、この足して2で割るっていう方法をもし取ることがあるならば、それはこれ以外にどんな比率に使うのか、この説明ちょっと漏れてまして申し訳ありません。それはですね、貸借対照表の数字と損益計算書の数字をぶつけて比率を取るときには、その時に損益計算書の数字はフローですから、これに対して貸借対照表の数字は足して2で割るっていう平均値を使った方が良いかもねっていう考え方が出てくるっていうことです。なのでここの分解式で言うと、例えば総資本回転率、分母が貸借対照表ですね、ここに平均値を使う可能性がある。同じようにこの回転率系の指標ですね、貸借対照表の値と損益計算書の値をぶつける指標については平均値を使う可能性があり、例えば総資本計上利益率をの計算するときに総資本を平均値で使ったならば、回転率の指標も全部平均値を使って同じ計算の評価基準で評価をしていくという方法を通常取ります。これを覚えておいてください。以上で収益性分析のお話終了しますので、板書最後確認して終わりにしてください。続いて参りましょう。第6章第2節安全性分析です。さて皆さん、財務諸表分析の中身を2つに分けるときに、一方が損益計算書を中心とした分析であるならば、もう一方はどんなものを中心とした分析っていうふうに思われるでしょうか。多分貸借対照表の方を中心とした分析って思われるんじゃないでしょうか。実はそれが安全性分析なんです。収益性という言葉は利益を強く連想させると思います。一方で安全性となると、その利益あるいは収益性を獲得するための元手となる部分がどれだけ安定しているかな、今までの言葉を使えば投下資本の安定性を分析するということになるんです。これで損益計算書の中心とした分析、貸借対照表を中心とした分析両方行いますので、
会社全体としての評価というのが企業会計上可能になってくる。なのでこの2つがセットなんです。さて、板書の方はテキストの内容で重要な部分をピックアップしてあります。安全性分析は実務上も試験対策上も6つの指標を覚えてください。名前がまず出てくるということと、定義式が分かるということ、そしてそれぞれの指標がどんな意味なのか、ここですね。6つの指標、どれか板書でご紹介します。流動比率、当座比率、固定比率、固定長期適合率、自己資本比率、負債比率、この6つが安全性分析のスタンダードな指標です。第4項のところにはその他安全性分析というのを設けていて、ここにインタレストカバレッジレシオというのを載せてありますが、これはの非常にこうマイナーな指標です。マイナーって言ったら言い過ぎなのかもしれないですけども、実務上も試験対策上もそんなに普段は使わない指標ですね。ただ試験対策として考えると、中小企業診断士の試験ではすごい昔からインタレストカバレッジレシオはですね、忘れた頃に出てくる、何年かにポンポンと出てくるような感じです。で、多分聞き慣れない方が多いかと思いますので、でも不意打ちを食らいますから知っておいた方がいいよということでご紹介してあります。基本は第3項までの6つです。さて、皆さん貸借対照表っていうのは区分表示されていたのを思い出してください。どういうふうに区分されていたのかっていうと、大きく分けると流動、固定っていうふうに資産も負債も分かれていましたよね。で、例えば資産の部どうなっていたか忘れちゃった方はテキストの153ページに貸借対照表の区分表示の図が載っていますので、そこを見ていただければと思いますが、流動資産、固定資産、まずこの2つに大きく分かれますよね。それから負債の方は流動負債、固定負債ということになります。で、流動と固定っていうのは長期と、あ、ごめんなさい、短期と長期で上と下に分かれていますよね。その他に繰延資産、テキストでは載せてありますが、繰延資産はの、まあ、ちょっと特殊性が高いので、もし繰延資産があった場合はどういうふうに計算していったらいいんでしょうかっていうご質問が 出る可能性があるので載せています。ただ繰延資産は一般的なモデルとしてはないと考えていただいても構いません。で、残っているのが自己資本ですよね。自己資本は資金調達の中でもかなり別格扱いだったじゃないですか。実は貸借対照表の分析である安全性分析はこの区分表示に従って行われるんです。短期安全性分析、長期安全性分析で、自己資本の分析ももちろん長期の一部なんですが、自己資本の取り扱いはやっぱり別格なので、資本構成の安全性、まあ、自己資本が豊富かどうかっていうことですね。これを見るための分析、大きく3つに分けることが多いんです。さて、今自己資本という言葉が出てきました。収益性分析のところでも ROE のお話をしたときに自己資本という言葉が出てきて、 ROE のご説明のところでは純資産とほぼ同じっていうふうに考えていいですよって申し上げました。で、今回安全性分析となると自己資本をまさにそこを見ていくことになりますので、ここではっきりしておこうと思います。153ページ見てください。流動比率というものの図が載っていて、流動比率自体は分母が流動負債、分子が流動資産というふうになっていますが、図の下に米印で純資産は便宜上自己資本としているというふうに書いてありますよね。純資産の部って呼ばれているところはおおむね自己資本でいいんです。で、の貸借対照表が、そうだ、皆さん連結決算勉強されたと思うんで、連結貸借対照表と連結ではない単体の貸借対照表ってありますよね。
この時に単体の貸借対照表であるならば、おおむね純資産が自己資本と言えますが、連結貸借対照表の場合、例えば非支配株主持ち分があると、それって自己資本ですかって言われたら、非支配株主持ち分って自己資本じゃないですよね。会社ね、グループの持ち分じゃないですよね。親会社グループの持ち分じゃないですよね。じゃあ純資産の中で非支配株主持ち分があったらどうするの。実は非支配株主持ち分は純資産から除いたもの、これを自己資本というふうに言います。またの細かいこと言えば、自己資本はこのように定義されます。自己資本は純資産貸借対照表の純資産の部、あるいは純資産と呼ばれるところ、そこがまずあって、でそこからマイナス非支配株主持ち分を引く。それからですね、もう一つありまして、新株予約権というのも引きます。新株予約権、ただ新株予約権というのが存在するのは実務的にもそんなにケースとしてはありませんし、試験問題の簡略化されたモデルの中で新株予約権が出てくるということは、まあ通常は考えられないですね。でのなので、正しく言うとこのように自己資本を定義しますので、参考までに覚えておいてください。ちなみにこれはの公認会計士とか税理士といったいわゆる職業会計人の組織の中でこのように定義しようというふうに定められています。ただ、今からお話ししていく非常にね簡略化したモデルとしては、自己資本と純資産は同じということで話を進めていきますので、ご了承ください。では、続いていきます。短期長期、それから資本構成、大きく分けるとこの3つになります。そしてそれぞれに対して2つずつ仕様があるんです。まず短期の安全性分析から見てみましょう。流動比率というものと当座比率というものがあります。見ようとしていることは同じなんですけれども、結論から言うと当座比率の方が短期の安全性をより厳しく、あるいは厳しい観点から評価をしています。なので緩い方から見てみましょう。流動比率、テキストの153ページに図と式が載っています。皆さんはまず貸借対照表の区分表示のイメージからどことどこをぶつけて比率を見る取るんだということをのイメージしていただいて、で定義式もちゃんと書いて当てはめられるようにしましょう。分母が流動負債、分子が流動資産、そしてこれを百分率で表現しますという比率です。この比率は大きい方がいいでしょうか、小さい方がいいでしょうか。この比率では大きい方が良好とされます。流動資産というのは現預金のようにすでにすぐに支払いに充てられるもの、それからその他にも非常に近い将来換金収入として換金できるものが揃っていますよね。一方で流動負債は近い将来払い出すが必要になるものですよね。これを比べた場合、流動資産の方が大きいという方が健全性が高いだろうというふうに判断するためにこのような指標があります。次にですね、当座比率というのがあります。当座比率はどんなふうに定義するのかというのを154ページの図で見てみましょう。はい、分数の構成は流動比率と同じような感じになっていますよね。ただし、流動資産のところから当座資産というのが、皆さんから向かってこうですね、こういうふうに矢印が出ているかと思います。
これはどういうことなのかというと、流動資産の中で限定的に拾われるものだけを当座資産としますということを言っています。これはちょっと本文の方を見てみないと分かりにくいので、153ページの当座比率の本文の方を見てみます。当座比率は流動比率と同様に短期支払い能力を測定する指標である。ただし、次アンダーライン引いてください。流動比率よりも厳しい観点から短期支払い能力を測定する。なので私も板書では厳しいという字を書いておきました。当座比率は流動資産内の当座資産、括弧書きで現金預金、受取手形、売掛金、有価証券、この合計、つまり流動資産の中でも特に換金性が高いというふうに考えられるものを当座資産というふうに言います。省かれているものは代表的なものが棚卸資産ですね。で、これと流動負債との比率である。となると、流動比率、当座比率、分母、分子ありました。分母は流動負債でした。で、当座比率の方が分子の金額は小さくなりますよね。ってなると、当座比率を計算してもなお比率の値が 100% を超える。つまり当座比率は流動資産よりも、当座資産です。当座資産は流動資産よりも小さくなるわけです。その小さくなった資産でもまだ流動資産よりも大きい金額を保つようなことがあるならば、かなり健全というふうに言えますよね。ただ多くの日本の会社では、流動比率は100を超えていても、当座比率は100は超えないよっていうようなのは決して珍しいことではない。まあそれで悪いということもない。まあ業種や業態によっても違いますけれども、そのぐらいの感じで見ていただければなと思います。なので自社の中でもの機関比較とか、あるいは同業他社との比較でどうかなっていうふうに見ることに意味が出てきます。で、この流動比率と当座比率、あるいは当座資産というものの定義がすぐね、こう分かるようにしておきましょう。それから長期安全性というのがあります。長期安全性は固定比率というものと固定長期適合率というものがあるんです。で、このうちというか両方とも同じようなところを見てるんです。つまり短期安全性と短期安全性で流動比率と当座比率が同じように見ていたのと同じように、長期安全性分析で固定比率と固定長期適合率は同じようなところを見ています。じゃあどんなところを見るのかな。155ページの固定比率の図を見てください。そうすると、分母が自己資本、分子が固定資産というふうになっています。これはどういうことを見てようとしているのか。固定資産っていうのは土地とか建物とか機械とか設備とか、こういったものが多くあるわけですよね。で、そういったものっていうのは一度取得すると長期にわたって利用することを通常想定していて、ということはそこに対して投資したお金っていうのは長期にわたって回収することを見込んでいるわけですよね。ということは、固定資産を取得するということは、すぐにお金が欲しいっていうようなことが起こった時にそう簡単には換金できないということを意味します。こういうのを資金の固定化っていうふうに言うんですね。そういった資金に対して投資するときに、その調達源泉が短期借入金のように1年以内に返していくということをずっと続けていかなきゃいけないようなもので調達するっていうのは非常に危険ですよね。なので、固定資産を取得しようとする調達の資金というのは、できるだけ長期にわたって返済の義務がないようなもの、これを使って調達する方が安全だということになるわけです。そうなると、一番安全性の高いのが自己資本で賄うという、調達して賄うということです。
その観点から固定比率という比率があります。分母が自己資本になっていて分子が固定資産になっている、これは理想を言えば固定資産、分子の固定資産の取得の金額っていうのは自己資本の範囲で賄えてるとすごくいいよねということを言おうとしている指標なんです。ただそこまで、ね、すごい会社っていうのはやっぱりなかなかありませんので、まあ、固定比率というものを、計算した場合にはですね、自己資本の金額よりも固定資産の方が大きくなっている、つまり借り入れも使って固定資産を取得しているっていう企業は一般的に多くいます。さて今の話から皆さん固定比率っていうのは大きい方がいいか小さい方がいいかどちらっていうふうに判断されました？実は固定比率というのはこの比率の値が小さい方が良好であると判断します。百分率で表現する指標なんですけれども、その百分率の数字が小さい方が良好であり、理論的には 100% よりも低い 80% とか 90% とかっていうふうになるようだったらば相当すごいというように見る指標となっています。次に先ほどこんなお話ししました。自己資本に対して固定資産の取得金額がそれよりも小さいならば賄いきれてるっていう考え方ができるけれども、多くの場合やっぱりそうじゃなくて、自己資本に対して固定資産の取得はある程度大きくて、多くの企業さんは借入金も上手に使いながら投資規模を過大すぎない範囲で大きく取って事業を成長させていくっていうことを目論むわけですよね。ですので固定比率を計算したらことごとく 100% を超えるような指標で、じゃあそれは一概に悪いと言えるのかっていうとそんなことはないよね。現実的には借入金、具体的には長期借入金を自己資本と併用しながら固定資産の取得を賄っていくっていう姿は決しておかしいっていうか悪いことではない、一般的なことなので、そちらでも見ようよという指標が生まれました。これが実は固定長期適合率なんです。なので固定比率の方がより厳しい観点で長期安全性を見ています。では固定長期適合率と定義式を見てみましょう。固定比率と比べると固定長期適合率は分母が違います。分母固定長期適合率は自己資本プラス固定負債というふうになっています。なので例えば固定比率を計算したら 100% を超えていたけれども、固定長期適合率を計算したら 90% になったというような例があるならば、まあ健全な範囲だっていうふうに見てもいいんじゃない、こんな感じで見ていく指標ということになります。で繰り返しになりますが、この長期安全性の分析の指標は値が小さい方が良好ですので間違えないようにしてください。本試験でもこういう問いかけはあります。固定長期適合率はその値が大きい方が良好であるみたいな正誤判定の選択肢が出てきたらそれは不適切ということになります。続いて自己資本、資本構成の安全性を見てみましょう。これには自己資本比率と負債比率があります。このうち自己資本比率は特段に財務会計の勉強していない方でも見聞きすることが多い比率ではないかなというふうに思います。これは自己資本が総資産のうちのどのくらいの比率を占めているかな、大きい方がいいよねという比率です。テキストの自己資本比率156ページの図を見てみましょう。分母が総資本で、分子が自己資本というふうになっています。なので自己資本の比率が大きい方が安定性が安全性が高いよねというふうに見る指標です。で実はもう一つ資本構成を評価する指標があって、負債比率というのがあります。負債比率、まず定義式先に見てみましょう。テキストの157ページ負債比率の定義式、それから図をご覧ください。分母が自己資本、
分子が負債の流動固定の合計となっています。この流動負債、固定負債、合計両方を合わせて他人資本という言い方をします。自己資本に対して他人資本、分子は負債合計という言い方をしてももちろんいいんですけれども、はい、自己資本に対して他人資本の比率です。となるとこの比率はもし自己資本比率でいうとこの自己資本がすごく多いならば負債比率っていうのは小さな値になっていきますよね。逆に自己資本が小さい場合、自己資本比率が小さい場合はこの負債比率の値は大きくなっていきますよね。負債比率は貸借対照表を縦に見たときに頭が重くなっているような状態は不健全だよというふうに見る指標です。で、実はですね、この自己資本比率と負債比率は本質的に同じことを見ているっていうふうに試験委員を含めた学識経験者は言っていまして、つまり自己資本比率が低ければ負債比率は高い、自己資本比率が低ければ自己資本比率が低ければ負債比率は大きい、それから自己資本比率が大きければ負債比率は小さいという関係が必ず相互にね発生するので、どちらか一方を見ればよいというふうにされています。ただ試験対策として考えると試験問題ではどちらが出てくるかはわからないので、両方対応できるようにしておきましょうということになります。で、まあ、使い分けがもしあるならばということですけれども、分析をしようとする時の主役が自己資本の方である場合は自己資本が多いよっていう言い方をした方が分かりやすいので自己資本比率を使うし、借り入れがどのくらいあるのかっていうところを論点にしている場合は負債比率を使った方が見栄えがいいというのがあります。ただし分析の内容っていうのは企業会計原則でいうところの継続性の原則っていうのを適用する必要があります。例えば一つの企業さんがある年度は自己資本比率で評価した、ある年度は負債比率で評価したっていうと分かりにくいですよね。ですので一度定めたの評価方法は基本的にそれを継続して使っていくっていう方が評価のスタンダードになりますので、日本では実は自己資本比率の方が好まれる傾向があって、アメリカでは負債比率の方が好まれる傾向があるというふうに言われています。はい、以上で代表的な指標6つ挙げましたので、ぜひねこれを分かるようにしておいてください。ちなみに負債比率、こちらは値が小さい方が良好であるという評価になります。あとは安全性の分析の指標っていうのは指標の名前だけを見てしまうと何分の何なのかっていうのが分かりにくいので、これをそこを克服するために図のイメージですね、これを頭の中に焼き付けていただくとよろしいかと思います。では続いて第4項、その他安全性分析というところに行きましょう。ここでは本試験で時折出てくるインタレストカバレッジレシオというものをご紹介します。どういうものなのか先に定義式を見ちゃいましょう。158ページにインタレストカバレッジレシオの公式があります。分母が金融費用、代表的なもの支払い利息ですね。で、分子が営業利益足すことの受取利息足す受取配当金、つまり営業利益プラス金融関係の収益ですねということになります。で、ちなみに分子の営業利益プラス金融収益に相当するものを一般に事業利益というふうに言います。満書では簡潔に書いておきました。分母が金融費用、分子が事業利益、事業利益は営業利益プラス金融費用ということになります。そうすると金融費用、代表的なもの支払い利息の金額がありますと、でそれに対して分子が営業利益プラス金融収益
となると、この値は大きい方が良いだろうということになりますよね。でテキストの中にも書いてありますが、この値が1を下回るようであるならば、金融費用の負担が非常に重いということになってしまいます。だから良好というところで言えば、1を超えているが状態が良好であるということです。さてここで事業利益という言葉が出てきましたが、事業利益という言葉は管理会計上の言葉なので、財務会計上の報告式の損益計算書などには出てこない言葉、考え方です。で、管理会計の言葉ですので、事業利益というものの定義が明確に1位に定まっているわけではありません。例えば今158ページで、インタレストカバレッジレシオの分子に相当する事業利益は、158ページの定義式だと営業利益プラス受取利息プラス受取配当金というふうになっていますけれども、157ページの本文の方をご覧ください。157ページの本文の方の最後の段落読んでみます。分子を営業利益足すことの受取利息足すことの受取配当金プラス有価証券利息とする場合もある。有価証券利息が今度はね、158ページの方の定義に比べてプラスされてますよね。でどっちが合ってるとかっていう話ではなくて、これはもう分析する人が、ここまで範囲として考えますよということになります。なので試験対策として言えば、与えられている金融収益の情報にどんなものがあるか、与えられたものは一通り全部加算する、あるいは、例えば設問の文言の中にこれとこれとこれをとこれをもって金融収益とするとか、事業利益の定義はこういうものとするって書いてあるならば、それに従うということになります。このあたりは何が合ってるとか間違ってるっていう話ではないので、柔軟に対応できるように、あるいは懐を深く持っておくようにしてください。ということで、インタレストカバレッジレシオのところまで終了しましたので、安全性分析に関するお話はここで終了いたします。板書確認してここまでよろしくお願いします。